よろしくお願いいたします。宮古駅に到着しました。2時間盛岡から突然新たになんか駅周辺を見るとそんなに津波の被害に遭った感じはしないけど、復興した感じなのかな。魚菜市場に到着しました。お、あ、そうなんだ。へえ、しゃぶしゃぶ。あ、そうなんだ。買ってきたよ。柔らかくて美味しい。200円安いじゃん。修理街。修理街って言うんですか、これは。この辺ではね。ムール街。ムール街の、あ、そうなんだ。同じなの、ムール街と修理街。同じですよ。これは修理街、修理街。おう、あ、これ美味しいの。あ、すいません、じゃあいただきます。これ父さんのお土産できました。たくあん、あ、これ今すぐ食える系か、うん、ちょっといいね、食べたいな。きたきた、はい、いただきます。立派な柿、いただきます。ごそなります。どうぞ、召し上がる。はい、生柿全部食っていいのこれ。あ、こんな感じね。うまい。これ。いや、ただ1個でいいやこれ。なんだろう、これ何のホヤっぽいのかな。ごちそうさまでした。あのね、ちょうど冬2月にフランスに行った時、フランスで。このまんまに、あのレモンだけかけて、あの路上で食べさせてくれたの、食べてきた、はいはいはい、レモンかけると確かに美味しいね、これ。何も入ってない、何も入ってない、なんか、あ、レモン、あ、レモンがいいかも。ちょっと塩味みたいな、軽い塩味が、はいはい、あ、いただきました。今海に向かって歩いております。海の方に向かって商店街を歩いております。ここも波が来たってことでしょう。ここはメインストリートかも、末広町とかって。ああ、市役所。ちょっとここまで来たのかね。ああ、わかんないな。どこまで来たんだろう。あ、ほら、ここまでって書いてある。あ、本当だ。あの、線引いてあるでしょ。あそこまで津波が来たのか。へぇ、うわぁ、また、なかなか歩けなかったりしてな。そう、休みですあり得るが、お父さんにはいつも騙されて恨みつらみって忘れるんだよな絶対その時の教訓が今生きてるわけじゃないか、食いたい時に食うという、そうそう、やりたい時にやる、我慢しない。そしてグツグツしたらそうですね、同じ商品だっけ、これもこれも
寝ないでしょ。あ、そうか、ちょうど使い切れていいよ、うん、道の駅これがね、あの小豆バットって言って甘いうどん、あ、うどん、あんにうどん、あ、ここの、あ、北海道こ宮古名物、うん、こっちの方で、いや、あと県北でも食べる、あ、そうなんだ、タコのエラ、珍味、なんだ、食ったことない、海洋深層水の味わかんない、海洋深層水の味何かな、塩の味する、わかんない、普通のソフトクリームと比べてちょっとさっぱりしてるなってのを感じる、うん、甘みは、お塩か、やっぱり、うん、そうなのかね、はぁ、1時間まで寝るんだ、歩いて47分で何がねえかな、タクシー、タクシーも見えあれ3キロだもないんだ、あ、竹もな、結構あれだよ、2キロ1点何キロで歩けばいいじゃん歩くか、次の場所まで歩くか、そういうふうに来るかもしれない、ほら、あのさっさと歩き方が違う、うん、死んでた、ほら、撮る撮れ、じゃあ撮ってるよ、今爆発僧侶なんて今時いるんだ、いるさ、それからほら見たことね、寒に向けて結構いるじゃん、冬場寒に向けて歩く、寒に向ける、うん、あとちょうどほら、うん、冬になるとなんだっけ、日蓮さんもこうやって回って歩くじゃん、あの夜とか、ああいろいろ、あ、早速でもみんな長さえなんだよな、ああでもやっぱりほら、あのさっきの家もそうだけど、みんなここに住みたくて、やっぱりまだ新これでも建てるのかな、ああ新築建ってるね、うん、土地があるからだもんな、うん、かなりがたいな、もうコリだから高い方建ってあるとねえんだね、え、うん、コリだから高い方建ってわけでもねえんだね、行く人は行くべどもな、残る人はそこに愛着があって、うん、ああほらこの辺みんな長さいだね、ああ本当だ、で建てるとこと建てないとこと2キロぐらいじゃないの、あとそうだと思う、うん、なんかそこに選ばれてあと2キロで、あと2キロで2キロだと30分だよ、だから歩いてればすぐよ、すぐあら、そこい登れる、ああこっち側かもしれない、あー近道、なんか矢印書いて復興記念公園ってあるよ、あすみません、そこの道路をぐるっと行っても浄土ヶ浜に出るんですか、あ浄土ヶ浜出ればこっちですね、そっち、こっち行けばどこ瀬さんですか、こっち行けば龍神様って、そこで行き止まりなの、行き止まり、ああ。ああ。じゃあやっぱり行かなきゃダメだ、で、その階段登ればどこに行くんですか、ここは展望台があるんですけども、うん、ちょっときつい階段なんで、ここは、ああ、展望台から近い、登れば近いんですか、あ、浄土ヶ浜ですか、浄土ヶ浜はもう、ここの道路は上がって行けば、あ、まもなく、まもなく進む上に、なんかビジネスセンターみたいなのがあったら、はあはあ、あの車で今時期は車で下まで降りていけるいけるの、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。
たよ。ほらほらほら。え？ちょっと待ってよ。なんかその砂浜じゃないの？砂浜ってどっちがなんだ？浄土感が欲しいんだけど。浄土感。ちょっと待ってね。ここは浄土ヶ浜じゃなかったって？ビジターここ。あ、違うんだ。うん、だからまだここからこう開いてこう、だから時間見てバスで行こう。あ、いたいた、結構いた。うん、本当だ。行くのと行かないのとあるんですか？宮古駅から出て、うん、ちょうどがハマっているやつじゃないと行かないんですよ。はー、はい。浄土ヶ浜行き。48分ってやつだから、33分。33分あるって。はい。はい、ありがとうございます。これこのあそこの方向幕のとこにこの奥浄土ヶ浜って書いてあるんで。ああ。バスの、うん。ここに来ないの？そっち？うん、ここには来ますけど、うん、バスのあの方向幕見てもらえればどこ行きつなは分かるから、それ絶対見て、はい、乗った方がいいです。はい、わ、はい、かりました。で、絶対あっちに行って50分の初のそのバスに乗れば宮古行きに行くんで、はい、じゃあ10分ぐらい回ってるからそれに乗ればいいんですね。そう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 、はい、わかりましたちゃんと書いてるのを見て、はいはい、奥浄土ヶ浜ってこのまま書いてますんで、はい、はい、どうもいろいろありがとうございました知らないどこ来るとね、バス、俺もそうだけど、他の県に行ってバスだと分かんないですよ。分かんないですよ。どっちがどっちなのか、もう方向も分かんない。そうそう、それに乗れば行きます。はい、はい、どうもいろいろ助かりました。はい、で、今何分？あと7分です。7分。じゃあね、ここで写真撮ってくれ、うん、ここで。いや、ようやく。ここが浄土ヶ浜か、うん、残念、バッテリー切れてます。じゃあ、まあ、撮ってて、私買ってくるからお土産。はいはい。ただいま浄土ヶ浜にやってきました。いやギリギリだったな、うん、なんかバスとか間違ったりいろいろあってたどり着けるか心配だったんだけども、ようやくなんかお母さんがお土産を、お、あとバスの出発まで3分だからそろそろ行きます。これが最終バスだからね、乗り遅れたらやばいいや10分間しか滞在時間なかったけど、まあ良かったよ、見れて浄土ヶ浜。いやあ、盛岡駅に到着。いやあ、都の旅楽しかったね。じゃあこれから家に帰ろうと思います。ただいま。ただいま帰りました。お疲れ様でございました。いやあ、疲れたな。疲れた、夜に疲れたか。うん、行くだけですけど、うん、